UEFA チャンピオンズリーグ CL グループステージの試合が現地時間9日までに行われ全日程が終わりした決勝トーナメントに進む全16チームが決している今シーズンの欧州サッカーはダゾーンでいでもどこでも簡単視聴1ヶ月無料を試し実施最終日を迎えて残されていた16強の枠は4つ 全無に可能性が残っていたグループ B からは、アルマドリードとボルシア・メンヒエン・ラッドバッハ、ボルシア・メンヒエン・グラートバッハが突破を決め、グルー A はアトレティコ・マドリード、グループ D はランタが、それぞれ3位との直接対決を制して2、通過を果たした。ドイツ勢は、作王者、バイエン・ミュンヘンを筆頭に、ボルシア・ドルト・ンと、ボルシア・メンヒエン・グラートバッハ、 RB ライプツヒト全4チームがグップを突破。スペイン勢もレアルマドリー、アトレティコ、バルセロナ、セビージャがすべて勝ちトーナメントへ進んだ。イタリア勢はユベトス、ラツィオ、アタランタの3チームが突破し、が、インテルはグループ B 再開で敗退。イング、ンドど勢はマンチェスターユナイテッドがループ3位で敗退し、マンチェスターシティ、バプール、 チェルシーはそれぞれグループをいで突破している。各グループで3位となった。無は、ヨーロッパリーグ、CL のベスト32に回る。ザ・ツブルク、シャフタールドネツク、オリンピコス、アヤックス、クラスのダール、クラブブ、ジュ、ディナノキエフ、ユナイテッドの8ー無が、欧州の大会に残ることになった。CL 決勝と、ナメント1回戦の組み合わせ抽選会は、 今月14日、実施。グループ首位通過チームと2位通過チーが、各カードで対戦することになり、同じグループを突破したチーム同士の対戦や、同国対決、避けられる。欧州 CL 決勝トーナメント進出チー、グループ A、1位バイエルン・ミュンヘン・ニーヤト、ティコ・マドリードグループ B、1位レアルマ、リード2位ボルシア・メンヒエングラート・バッァグループ C、1位マンチェスタ・ー・シティ2位、 ポルトグループ D、1位、リバプール2位、タランタグループ E、1位、チェルシー2、セビージー、グループカイ、1位、ボルシアドルトムント2、ラツオ、オグループ G、1位、ユベントス2、バルセロナグループ H、1位、パリ・サンジェルマン2、RB、ライプツヒ。<music>